皆さんこんにちは、相武翔です。今日はですね第6シーズンのキャラクターをまあ置いてみました。で、機関車のハービー、ソルティ、そして車作業車、まあ第6シーズンからはジャックとその建設会社が登場しましたね。で、登場したのがジャック、アルフィー、オリバー、マックス、ケニー、バイロン、ネット、イザベラです。ネットはね、最近誕生日プレゼントで買って、まあ、ようやく、まあ、改造に、まあ、うまくいったのが本当良かったし、やっぱり、これで、ね、しらやかに回れますね。いやー、なかなかいい感じ、ネットもいい感じに仕上がったし、まあ、第6シーズンはね、完全コンプリートとなりました。まあ、せっかくなんでね、走らせていきたいと思います。まあそこはね、まあいつも通りいい感じですね。やっぱり第6シーズンはね、クレーンのついた機関車、ハービーという機関車が登場して、今でも CG でも活躍してくれてるんですけど、あとソルティもね、今でも CG で登場していますね。で、エリザベスは、なんとイザベラと、まあ同型なんですけど、結構大きさに差があります。こっちは仲良しシリーズで、こっちは、プラロードシリーズですね。まあ、作りはほとんど変わりはないですけど、ただ大きさが違うだけですね。でも作り的にもあまり悪くはない感じがしますね。いやー、なんか、第6シーズンから出た住居を見るとね、なんか揃った感がすごいあるなって感じますね。はい、まあそんな感じです。まああとジャックのその住居はね、モンティだけ集めればもう、住居の中は完全コンプリートになりますね。はい、まあそんな感じ。まあせっかくなんで、まあ第6シーズンが揃ったっていうことでね、まあちょっと軽い走行動画になりました。はい、まあそんな感じです。まあ僕は機関車トーマスの中で第6シーズンが一番好きなシーズンでした。そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。